編集したいと思います。和歌山のゆずです。このままでいいんでしょうけど、普通こう大きく撮りたいんですけど、このちょっと寂しいなっていう感じでちょっと引き目に撮りました。もうこれは素直に黒レベルを見てみます。これぐらいですね。これぐらいで潰れ始めるので、これぐらいが、白レベルはどうでしょう。これで飛びますね。僕はどっちかというと暗いトーンが好きなような気がします。これはこれでいいので、この部分ですね、この部分を電気フィルターで少しだけ調整しておきたいと思います。ユズの方に視点が欲しいので、こんな感じですかね。これぐらいでこれを円形を少しだけ大きくして、ちょっと楕円にしたいですね。楕円にしてここで調整していきます。録音量をデフォルトに戻します。この周辺が少し落ちてくれたらと思います。これでこれぐらいですか。少しだけ戻します。これで見やすくなったと思います。次に行きたいと思います。次へ行きたいと思います。こちらとこちらですね。構造を見てみます。どうでしょうか。正面から撮った方にしましょうか。少し歩いてて見つけた時はびっくりしました。モノクロ白黒のボタンを押します。これはこれでいいんですかね。もう少しメリハリが欲しいような気もします。一度黒レベルを見てみます。数字のところをクリックしてキーボードで落としていきましょう。これで潰れてますね。少し戻していきます。これで潰れてるところがありません。白レベルを見てみましょう。これぐらいですか。これでこの明瞭、ここのは明瞭度で少し助けてもらいたいと思います。明瞭度これで見やすくなると思います。これはすごいですね。なんかこの明瞭度っていうのがすごく好きです。ちょっと露光がオーバーなような気がしますので、露光量を少しだけ下げます。これぐらいですか。飛んでいるところがここで、潰れているところがここですね。ここをなんとかしたいと思います。この白いところをいつものように円形フィルターで、うまく囲えるように、これはここにもかかってくるので、もう少しだけ大きくして、これで影響、下の方に影響はないですよね。これで少し楕円、こういう感じですね。これで露光量をまず露光量をデフォルトに戻して、周辺を整えたいと思います。
まり影響ないですけどもいいかなと思います。いい感じだと思うんですけどもどうでしょうか。ありがとうございます。次に行きたいと思います。これですね。どれがいいのか迷いますね。これですかね。行動を見てみましょう。整体できてるような気もします。次の画像はどうでしょう。少しずれてるような気がします。ポイントとしてはいいんでしょう。これを編集したいと思います。モノクロ、キーボードの J を押しました。潰れているところはここで、飛んでいるところはここだということですね。これはこれでいいんでしょうかね。もうね、これ以上少しだけ調整しておきます。変形フィルターでこの部分ですね、この部分を少しだけ整えておきたいと思います。露光量がデフォルトに戻します。これでキーボードの数字を打ち込むと、これをクリックしておくとキーボードの上下で周辺が落ちます。今回はこれぐらいでいいでしょうか。これはこれでいいと思います。ありがとうございます。これはこの建物が面白かったので撮りました。構図を見てみます。なんとなくあるようでない、ないようである。安定してると思います。モノクロに変換します。これはこれですかね。これスポットいりますね。こんな感じでしょうか。まだここにありますね。もう一つスポットをします。完了。さあこれで黒レベルを見ていきたいと思います。これで潰れ始めました。シャドウは露出はこれで良かったんですよね。ここですね、ハイライトを少し様子を見てみます。これはこれで成立してるんでしょうか。これはこれでいいと思います。ありがとうございます。